皆様こんにちは、羽鳥浩二です。毎回素敵なゲストをお迎えしてお送りしていますシャンソンあなたに。今回はシャンソン歌手の川島豊さんにお越しいただいています。今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。まずですね、川島さんにドリンクをご用意しました。ありがとうございます。ですね、タイトルはですね、夕暮れのパリということで、はい、パリの素敵な夕暮れをイメージして作ってました。ありがとうございます。ベースはですね、モナンのビターシロップと、ビターシロップですね。で、カンパリに似た味わいでしっかりと苦みを感じる大人の一杯、ね、まさに川島さんみたいじゃないですか。いや、笑いながら言ってませんか。ちょっとなんか、そうですよね、ちょっと割れ出ちゃったんですけど、じゃあいただいてみます。どうぞどうぞ。ありがとうございます。よく混ぜていただくと。あ、わかりました。お、夕暮れ、確かにちょっとなんかちょっとパリパリっぽいですよね。いいですね。はい。うん、あ、すっきりと。すっきり、はい、美味しいです。ありがとうございます。いや、ということですね、川島さんとはつい1ヶ月ちょっと前ですかね、広島の福山でご一緒して。はい、そうです。ありがとうございます。まあ、いろいろ楽しい思い出ありますけどもまたそのお話は後でということで。わかりました。そうしましょう。たっぷりと。はい、で、まずちょっとお聞きしたいのは川島さんのプロフィールについてなんですけども、はい、もう今はシャンソン界で大活躍の川島さんですけど、子供の頃っていうのはどういうお子さんだったんですか。小さい頃から音楽を好き。大好きでした。やっぱり祖母が日舞をやっていて。あ、そうですか。はい、祖父母が三味線を弾いていて、母はコーラス部に入っていてみたいな感じで、こうやっぱり音楽にあふれた家ではありましたね。父は野球部だったんですけど。あ、そうですか。全然関係なかったんですけど。そうですか。そこだけちょっと違うんですね。はい。それでまあ音楽教室に通うなんていうのが流行っていた時期だったので。ああ、じゃあ小さい頃から通って。はい、そうですね。それで楽器とかですか。楽器はまあ音楽教室だから簡単なソルフェージュから。はい、まあピアノまでやってっていう形で小学校6年生までやってました。あ、そうですか。じゃあ学校のなんか音楽祭みたいな時ではもう先頭立って歌ったりとか。そうですね。あと伴奏したりとかっていうので、まあ楽しさなんていうのをこうちっちゃい時から感じてはいました。その流れで芸大の方に進まれてっていう。そうですね。芸大では声楽科ですよね。はい、声楽を一応やってましたね。卒業されてどの方向に進まれようとかっていうのを考えたんですか。そう、僕ね、大学に入ったのもそもそもこうクラシックをやろうというよりは、うん、その頃ちょうどこうミュージカルがこう盛んにやられる頃で、東京芸大とプロフィールに書けば、はい、そこのミュージカルのオーディションに合格するよと先生に言われて。じゃあもう芸大に行くしかないと思ったのがきっかけ。あ、そうですか。はい、じゃあ実際ミュージカルをやられてた。やりましたね。東宝の「マイ・フェア・レディ」ですとか「ラ・カージュ・オ・フォール」ですとかっていうのには出させていただいています。その頃はまだシャンソンには惹かれてないっていう。そうですね、全くと言っていいほどシャンソンはもう本当に愛の賛歌を知ってますくらいな。あ、そのぐらいですか。はい。あ、じゃあそこまで行ってて、うん、ミュージカルからなんでシャンソンの方向になんかきっかけあったんですか。まあミュージカルもオーディションを受けて、うん、こうオーディションに合格する時には合格しないっていう時もあるじゃないですか。だからまあその時に何をやろうっていうと、やっぱりこうソロで歌わせていただくようなお仕事をいただきながら、でもライブハウスもなかなか自分でブッキングするのもっていうような時に、たまたまこうピアニストさんでいらしてたのが、お名前言っていいのかな、豊島ひろ子さんね。豊島ひろ子さんというピアニストの方で、まあシャンソンたくさん弾いてらして、で彼女とお話をしてる中で、あ、シャンソン歌ってみたらいいんじゃないなんていうご紹介を受けて、それでシャンソンにとかに行って。そうです。紹介していただいたのが東京の赤坂見附にあるバルバラというお店なんですけど、そこでじゃあいろんなシャンソンを譜面からもらって歌い出してっていう。そうですね。まあ日替わりでね、それこそたくさんの先輩方が歌われているし、あ、この歌素敵だな、あの曲いいななんていうのをそこで聴かせていただきながら。ああ、そうか。じゃあ時々出演とかじゃなくてずっと。バラバラに。そうです。もう中でお酒作ったり朝お掃除したりなんていうことからやらせていただきました。じゃあずっと耳にいろんなシャンソンが入ってってことなんですね。なるほど、そうですか。それでまあバラバラで歌われたりしていて、シャンソンコンクールも出られてグランプリ取りましたよね。そうです。だからそれがバラバラでこう中のお手伝いをしてる時の2005年かな。2005年のシャンソンコンクールに、まあ、バルバラのオーナーさんの勧めもあって、あ、そうですか、出てみたらということで受けたのが、そうですね、2005年のシャンソンコンクールです。その時何を歌ったんですか？は、バルバラの「ゴラン」という「フギャフト」っていう曲ですけど、それフランス語で歌ったは、そこの店主の千葉美月さんの訳詞。あ、訳詞で、あ、なるほど。なるほど。そこでじゃあグランプリ取られて、はい、もうこれからはじゃあシャンソン歌手としてみたいなところから声がかかっていやでも最初はやはり「あなたね」ってコンクールでグランプリ取ったぐらいで大変なのよっていうようなことをお客様からも先輩方からも言われて、はい、いましたけど。ああ、そうですか。でそれから確かフランスにも留学されてるんですよね。そうですね。その頃って副賞でグランプリの副賞でパリの往復のチケットをいただけて、あ、そうですか。はい。で初めてフランスに行ったんですよ。あ、なるほど。はい。それでこんな素敵な街があるんだと思って。それでもう一瞬にして魅了されちゃった。そうですね。でやっぱり本場で生のシャンソンに触れてみたいという気持ちもありましたし。でたまたまオペラ座のガルニエの近くにオペララーメンっていうラーメン屋があるんですよ。カタカナでオペララーメンって書いてあるんですよ。そこの入り口に日本語で従業員募集の要項が出てて、これ働けちゃうんじゃないと思ってそれでお金がなくても向こうで働きながら勉強できるんじゃないかという甘い期待で、よし僕は行ってやるんだってずっと思っていて。あ、じゃあ一回賞の副賞で行ってまた一回帰ってきて。もちろんです、もちろんです。はい。それでまあある程度の向こうに行くための準備をしつつ、まあ行ってみたらば働くためには大変なんですよね。なんか日本のアルバイトみたいな制度がなくてきちっと雇用されないと。あ、ワーホリみたいなのなかったの？ワーキングホリみたいなのなかった？ワーホリはあったんですが。年齢的にワーホリが使える年齢ではない時に行けましたので、なのでまあ大変な思いをしながらでも3年行かせてもらってました。そうです。じゃあもうそこでばっちりもうフランス語からシャンソンからもう身につけて。でもまあそうですね、もう生でこういろんなライブにも触れることができました。貴重ですね。ああ、そうか。そこでパリでもいろんなコンサートに出演されてるんですよね。そうですね。バルバラのなんか10周年記念コンサート。15年、20年、25年で5年おきに向こうでコンサートをやっていて、はい、それには出させていただきましたね。でもそのぐらい長く行ってるともう帰ってきたくないとかって思わないですか？でも大変は大変ですよね、やっぱり。住んでると。何しろこう、まあ、税金も高い、何も高いでやっぱり、まあ、どうしても生活するにはそれなりのものがかかりますし、痛いなあという思いを反面、帰ってこないと日本で歌えなくなっちゃうかなとか忘れられちゃうかなみたいな。じゃあまだもう日本で基本は日本に戻ってきて。歌手活動をしたりっていう、まあそうですよね。生のその今のシャンソンを日本の方たちに届けたいという気持ちもありましたから。なるほど、そうですか。じゃあそれで帰ってこられて、はい、でどうですか、日本のシャンソン界は行く前と行ってから帰ってきてからだと変わってそうですね、まあやっぱりフランスでお勉強しましたという何か冠がつくと風当たりが優しくはなりますね。あ、そうですか。なんかこうやってることは僕は大して行く前と帰ってきた後では変わらないつもりでいますけど、なんか向こうでねお勉強されたからねというので許していただけるというようなものはうっすらは感じましたけど。でも向こうで歌われてて日本人が、シャンソン歌えるのみたいな、なんかそういう風当たりとかなかった？もちろんありましたし、やはり古い歌謡曲、向こうね、フランスで言ってみれば、それをなぜこの年代の東洋人が知ってるんだろう、また歌いたいんだろうっていうようなポカンとした疑問みたいのはお持ちだったのかなっていうのをうっすら感じましたね。いやでもいろいろ貴重な経験されて戻られてこられてということで、ちょっとじゃあ前編はこの辺にさせていただいてですね、今回も最後に曲歌っていただきたいんですけども、何を歌っていただけますか？せっかくシャンソン館に来て、芦野先生の初代の館長さん、僕ねお世話になりましたので、芦野先生のレパートリーでもありました「ラメール」をぜひとも歌わせていただきたいと。ありがとうございます。